はい、こんにちは、チズチャです。今回は回復カスタムをしたチャージャックスを使い、どれぐらい回復するか雑に検証したいと思います。今回チャレンジするのは星8イニシエを食らうものネルギガンテですね。ちなみにチャージャックスなんですが、モンスターハンターワールドで初めて握って、現在使用回数30回ぐらいなので、立ち回りはお察しです。ご容赦のほどお願いします。とりあえず縦強化よっ。ここ滑り落ちるんだよな、乗りたくない。はい、じゃあ剣強化してやった。ふぅ、やった、よし。詳しい装備は以前ご紹介したものと同じですが、一応最後にまたご紹介したいと思います。結構ゆっくり回復するかな。よっと、あっ、やった、あー今の縦強化しといたらよかったですね。はぁ、よいしょ、徐々に回復してるかな。後でちょっと棒グラフかなんかで出すかな。お、ちょっとやりたい、すごくすごく長切りやりたいよ。これでどのぐらい回復するかな。よし、なるほど、剣強化のダメージでこんくらいか。え、ソイドセイ、おほほほ、めっちゃ回復した。危ない危ない、うん、よっと、とりあえずゲージを回収して、さあ行くぞ。ほら、当たるかな、当ててくれ、当ててんのよ当たんない、危ないよ。最近ガードを覚えました。はい、ドッセイ、回復しますね。おいし、ちょっと戦闘取りたいな。よっ白いうちに、トゲが白いうちに戦闘取りたい。オッケー、よいしょ。ちょっとヒットポイントの減りは少ないですけど、よいしょ、オッケーオッケー、あー飛んじゃった飛んじゃった、あぶねー、怖い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 、よいしょ、よし今です、よっ、オッケー、ヒットポイント満タンになっちゃった、よっ、よっと、よっ、ドーン、よし、はっ、よっ、お疲れ様です。ちょうど弾欲しいんだけどな。3分32秒弾なしか。録画をチェックしてどのぐらい回復してるか確認していきたいと思います。それでは雑すぎる検証結果発表したいと思います。元々のヒットポイントがこのぐらいで、回復したのがこのぐらいなので、今回は飛躍約2回分回復しました。ただヒットポイント満タンの時でも攻撃はしてたんで、もっともっと実際は回復してるかなと思います。非常に雑な検証でしたが、実戦でどのぐらいかっていうのを目視で確認できてよかったなと思います。普段モンスターの攻撃避けます、当たりませんって方も、不動でガンガン攻める時にはいいんじゃないかなと思います。それではざっくり装備ご紹介します。使ったチャージアックスがタイラントブロス2です。こちらはディアブロスの素材で作成できるチャージアックスで、
攻撃力828、回心率マイナス 30% というジャージャックスなんですが、今回カスタム強化で回復能力付与とプラスして回心率強化、こちらを採用してますので、もともとマイナス 30% なんですがマイナス 20% になってます。お守りが砲術の五石さん、こちらは砲術スキルがアップするお守りで、こちら一つあるだけで砲術レベルが3になります。装備ご紹介していきます。オーグヘルムアルファ、こちらはネルギガンテの素材で作成できる頭装備で、装備スキルは渾身レベル2と攻撃レベル1です。レウスメイルベータ、こちらはリオレウスの素材で作成できる同装備で、装備スキルは弱点特攻レベル2です。カイザーアームベータ、こちらはテオテスカトルの素材で作成できる腕装備で、装備スキルは弱点特攻レベル1です。オーグコイルベータ、こちらはネルギガンテの素材で作成できる腰装備で、装備スキルは攻撃レベル2です。最後にガマルグリーブベータ、こちらはドドガマルの素材で作成できる足装備で、装備スキルは砲弾損定数アップとなっております。装備スキルご紹介します。攻撃レベル4、プレイヤーの攻撃力を上げる、レベルを上げると回心率にも影響があるというスキルで、レベル4なんで基礎攻撃力プラス12、回心率がプラス 5% です。この攻撃というスキルはレベル4で回心率プラス 5% になって、それ以降も回心率プラス 5% なんで、攻撃をつけるならレベル4というのは一般的に言われております。そして弱点特攻レベル3、モンスターを攻撃した際その部位に攻撃がかなり有効であれば回心率が上がるというスキルで、有効部位への攻撃時回心率プラス 50% になっております。そして砲術レベル3、こちらはガンランスの砲撃、遊撃砲、順風の瓶攻撃、鉄鋼榴弾などの爆発を伴う攻撃の威力が上昇するというスキルで、レベル3なんで対象の攻撃威力を 1.3 倍にします。チャークの瓶攻撃、もともと非常に強力なんですが、さらにそれを 1.3 倍にするということで、このスキルはチャージアックスにかなり有効なスキルになっております。見切りレベル2、こちらは回心率がアップするというスキルで、レベル2なんで回心率プラス 6% です。渾身レベル2、こちらはスタミナゲージが満タンの時回心率が上がるというスキルで、レベル2なんで回心率プラス 20% になります。砲撃装填数アップ、こちらはガンランスの砲撃装填数と順風の瓶の装填数が増えるというスキルで、こちらが発動することにより瓶の本数が増えます。そしてひるみゲーゲン、これ間違えてつけてたんですよね、後でご説明しますけど、一応のけぞりを無効にするというスキルです。無属性強化、こちらは装備中の無属性武器を強化するというスキルで、こちらがあることによって無属性武器の攻撃力、基礎攻撃力が 1.1 倍になります。これ非常に強力なスキルです。装飾品、私間違えちゃってたんですけど、攻撃銃と達人銃が2つと無撃銃までは合ってるんですが、対象銃、これマルチで行く場合はワンチャンあるかなと思うんですけど、今回みたいにソロで行くんであれば無傷銃とか、あれば渾身銃とか、そこら辺に変更した方が良かったかなと思います。あとは通撃銃をお持ちの方用の装備です。腕をクシャナハトゥーベータに変更しております。こちらはクシャルダオラの素材で作成できる腕装備で、装備スキルは回避性能レベル2です。こちらを装備することによって、先ほどと比べてスキルの発動がひるみ軽減がなくなる代わりに回避性能レベル2が装着されます。これで敵の攻撃を避け、食らったとしても回復能力でがっつり回復していくという立ち回りが可能になります。装飾品はこんな感じです。渾身が出るまではこの構成でいこうかなと思います。渾身や、あとは増弾とかね、来たらガマルグリーブとかも変更できるんで、まあ、徐々にチャージアックスの装備も整えていければなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございました。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。